手紙が来ているようだな。お願い。いろいろ世話になってるし、話だけでも聞いてやろう。ロボット山に行くぞ。いらっしゃい。武器仕上がっていますよ。ああ、ありがとう。その武器なら。なんだ。お二人にお願いがあります。お願い。兄さんの仇を討ってください。ずいぶん物騒なことを思いついたな。思いつきなんかじゃない。俺が武器を作ってきたのはこのためなんです。あいつらを殺せる道具を作りたくてやってきたんです。金儲けのためなんかじゃない。あいつら。そうです。魔物と一緒にいる大きなロボットです。魔物とロボットが手を組んでおるだと。魔物がいるの。はい。心は決まったか。ああ、やってやる。お願いします。あのロボット。ところで本日はどんなご用ですか？ありがとうございます。
Thank you.
魔物とその仲間は皆殺しにするだけだ。下が例のロボットのいる部屋らしいな。よし、このまま降りるか。この穴からか。下がどうなっているかわからんぞ。迂回するのも面倒だ。Thank you.
するのか。上から瓦礫が落ちてくるぞ。避けろ。脱出。外、世界、守る、戦う。逃がすか。この辺でもういいだろう。俺はやりましたよ。こいつがいなくなれば山に入りやすくなる。これからはいくらでも強い武器を作れますよ。任せてください。分かったから。憎悪と狂気では心は癒すことはできぬ。でもそうするしかないんだ。愚かな。そうだな。引き下がるとは思えぬな。ああ、今にも一人で狼を倒しに行きそうだ。戦うのであれば相応の準備が必要であろう。